皆さんこんにちは、立花さりです。いつもは映画の紹介をしていますが、今回はこちらを紹介したいと思います。空気階段さん単独ライブアンナ、本当にすっごく良かったです。この単独ライブ DVD を見て本当に感動したので、ちょっと私なんかがね、こんな空気階段さんの単独ライブ DVD を紹介するのはちょっとおこがましいっていうのはもう重々承知しているんですけれども、でもそれでもものすごく感動して、もしまだ見てない方がいたらもうぜひ見てもらいたいと思ったので紹介したいと思います。空気階段さん、吉本興業所属の鈴木もぐらさんと水川かたまりさんのコンビです。結成は2012年、ゴッドタンのこの若手知ってんのか2019の企画内でとにかくヤバい芸人部門1位に選ばれます。同年キングオブコント2019で初めてのファイナル進出を果たします。このあたりからコアなお笑いファン以外にも認知が広がっていた模様です。そしてキングオブコント2021第14回大会でですね、10組中9番目にカジノネタを披露し、歴代の最高得点である486点を叩き出します。これもうめちゃめちゃ笑わせていただきました。本当にありがとうございます。本当に面白かった。そしてかまいたち山内さんの98点は今大会全体の最高得点。そして決勝ファイナルステージのメガトンパンチマンカフェ、もう大好き、豆にはこだわっておりますのネタも474点と3組中トップの得点で見事優勝となりました。おめでとうございます。本当全組にすごく笑わせていただいたんですけど、私はこのメガトンパンチマンカフェの豆にはこだわっておりますの時のあの笑顔というか、あの顔がもう本当に可愛らしくて、もうあの大好きです、この豆にはこだわっておりますのでそしてこの空気階段さんのキングオブコントでの名言なんですけれども、もう私これのことを思うとちょっと泣きそうになるんですけど、ネタ前のこの煽り VTR ってあるじゃないですか。今回の大会に出てる人たちがどういう人たちなのかっていうのを知ってもらうための VTR 流れるじゃないですか。決勝進出しますって発表を聞いて飛び上がって喜ぶ二人ですとか、あともぐらさんが1回優勝すればその借金が550万円あるそうなんですけど、その完済が射程圏内であるとか、あとかたまりさんがキングオブコントの成績、一昨年が9位で去年が3位で9-3と来てるので1位以外なりようがないと思っててとか、なんかもうね、こうすごくそういうふうに思う気持ちっていうのもなんかね、すごくなんかうわ頑張れって思うし、そしてナレーション、結成10年の集大成で、そこからのもぐらさんのこう負けてばっかの人生ですけど、今日1回勝って全部チャラにしますっていう言葉がなんかすごい、なんかこうずっといい人生なんかみんなないじゃないですか。いや、ある人もいるかもしれないですけど、でもその負けてばっかの人生だけど今日1回勝って全部チャラにしますっていう言葉が、なんか本当にそのすごい努力してきたりとか、だからこそ言える言葉だし、そのなんかこう泥水すすって、でもなんかでもそれでも笑って頑張ってきましたっていうような感じがなんかすごいして、わかんないけど、その私の勝手な妄想で今言ってますけど、なんかそういう人間味みたいなものがすごく溢れる言葉だなと思って、でさらにはそういう言葉に自分も勇気もらえるし、自分も頑張ろうっていう思える言葉で、なんかそれもう見た時になんかおおって思いました。そしてそんな空気階段さんの番組キャッチコピーがダメ人間の人生逆転劇場っていう、なんていいキャッチコピーや、ないいキャッチコピーなのかわかんないけど、なんか人間が、なんか人間味があってすごく、はあ、いいキャッチコピーだなって思いました。はい。で、そんなお二人のネタの後なんですけど、ネタが終わって、この暗転して徐々に明転すると、もうニヤニヤが抑えきれない松本さん、ひとしさんの顔に、で、司会のTBS の日々真央子アナウンサーさんも、あの、ワンピースすごい可愛かったですよね。
ね、ニコニコしててすごく素敵なアナウンサーさんだなと思ってたんですけど、その日々真央子さんも笑いが止まらないで、その浜田さんにお前笑いすぎやでみたいな感じで突っ込まれてて、で空気階段のお二人も手を後ろに縛られたまま登場して、でさらにはもぐらさんはパンストかぶったまま出てきて、でその浜田さん、お疲れ様、えらい格好してんな、やりきったもんねみたいな風に言ってもらってて、で空気階段の二人もやりきりましたって言ってて、で浜田さんいい顔してたで引っ張られた時もみたいな、なんかそういうやりとりとかもなんかこう、ああすごくいいものを見させてもらいましたっていう感じの気持ちで、でいよいよ得点発表の時にかまいたちの山内さんの98点が出た瞬間にもう会場がわーってなるんですよ。でその後も審査員の得点が出るたびにこう会場が湧くんですよ。でもまあそれはもう見てるこっちも高得点が出るだろうみたいなのはわかるんですけど、でその審査員の後ろにいる赤いね T シャツ着た女性たちも、もう飛び上がって拍手されてて、で空気階段の二人ももう奇声を上げて喜んでて、でしかも手を後ろに縛られたまま、で松本人志さんのコメントがこう歴代最高がこのネタってなんかどうなんだろうなっていう、でも面白いんだからしょうがないよねっていう、でそのコメントの最中に後ろにいた女性がこう泣いてたりとか、でかまいたちの山内さんのコメントでもう映画一本見た後の充実感って、本当なんかそれぐらいそれぐらい面白かったですよね。でバイキング小峠さんのコメントは、あの入り口で下ネタじゃないのがすごいって、そうなんですよ。なんか私も、あ、下ネタみたいな感じの展開が始まっていくのかなと思いきや、なんか全然違う方向で笑わせていただいて、ね、その全然違う方向に行ったっていうのは本当に面白かったです、本当に。で、この高得点と審査員のコメントを受けて、その浜田さんが、見てみ、この点数って、言ったら、その塊さんが、ちょっと、生まれてきた意味がありますねって。なんか、なんだろう。私が何かすごく努力してきたわけでも、空気階段さんをものすごくずっと応援してたとか、そういうわけでもないのに、なんか、よかったねっていう。なんですかね。すごい、なんか、本当にいいものを見させていただきました。ありがとうございます。うん、でもね、優勝したお二人ですけれども、キングオブコント2019年にもご出演されてて、で、この年はドブロックさんが優勝されてます。この年、空気階段は初のファイナル進出でした。で、応援コメントに、銀杏ボーイズのミネタさんがご出演されてて、二人のことをものすごく、なんかファン、もう自分ファンです、みたいな風におっしゃってて。空気階段さんは3組目に登場して、タクシーのネタを披露します。その、面白かったですよね。五反田までを、なんだったっけ、なんか、合わせてしまいましたけど。面白かった。そのね、ちょっと、ネタを、まだ知らない方も、いや、皆さん知ってるかもしれないけど、ね、似た人が、みたいなのとかもすごい面白かったです。で、4組目のビスケットブラザーズさんに負けてしまって、すぐに敗退が決定してしまいます。空気階段さんは。で、ちなみにこの年の最下位です。空気階段さん。そして松本人志さんの点数は85点は、この2019年の今大会の最低点でした。でも、この2021年では松本人志さんは97点を空気階段さんに、97点で、これは2021年の中での最高点です。なんかね、そういうのもね、何がこんなに嬉しくさせるのかわからないですけど、なんか嬉しいですよね。で、その2019年に敗退した時に、で、その時にもぐらさんは、明日からまた歌舞伎町のカラオケバーでバイトしまーすって言うんですけど、その時に、かたまりさんは、お笑いのある世界に生まれてきてよかったですって言って、もうすごい真剣な眼差しで見るっていうのをやってるんですけど、なんかお笑いのある世界に生まれてきてよかったですっていう言葉も、なんか本当にこの、まあ、芸人さんなんで皆さんお笑いのことがすごく大好きというか、こう求めてやられてるんだと思うんですけど、なんかすごくストレートでシンプルな言葉ですけど、ものすごくなんかピュアというか、すごく
なんか胸を打ちました。うん。はい。そして、この2019年の、応援コメントでご出演されてた銀杏ボーイズのミネタさんなんですけども、この鈴木もぐらさんと、ミネタさんの関係について、もう皆さんもう重々承知だとは思うのですが、もう知ってるよって方たくさんいると思うんですけど、私はつい最近まで知らなかったので、そんな方のために、ちょっとお話ししたいと思います。もし、知らない方、知ってる方も、よかったら聞いてください。鈴木もぐらさんは学生時代からの銀杏ボーイズのファンでした。で、もぐらという名前も銀杏ボーイズのオフィシャルサイトの掲示板で使っていたハンドルネームから取っています。そして銀杏ボーイズのライブにハマった理由は、Going Steady の桜の歌を聴いて衝撃を受けて、そこからミネタさんにハマっていったそうです。当時はデブだし、モテないし、千葉の田舎だしと、悶々とした日々を送っていました。そしてそんな頃、気持ちを代弁してくれるアーティストと巡り会えた仲間、過去同士ができたと思ったとのことでした。そして、高校の時にバイトで稼いで初めて行った銀杏ボーイズのライブで、自分のことを歌っているかのような歌詞に魅せられ、毎回のようにライブに行くようになったそうです。そういう、なんか自分の気持ちを歌ってるんじゃないかっていうようなアーティストに出会えるってすごく嬉しいですよね。もぐらさんどんどん銀杏ボーイズさんのこと好きになっていって、高校2年生の時に横須賀のライブに行ったもぐらさんは早めに会場に着いてしまい、どうしようか悩んでいるところにリハ終わりのミネタさんがやってきて、もぐらじゃん、何やってんの、時間ある、飯行くと声をかけてきてくれたそうで、もぐらさんはミネタさんとドラマーの村井さんに横須賀のでかいハンバーガーを奢ってもらったそうです。そんな感じでね、こう、そうやって銀杏ボーイズのミネタさんに、覚えてもらってるっていうのも、ね、それだけ何度も言ってたんだなっていうのと、そのミネタさんも高校生であるモグラさんに対して、そんなね、フランクに、こう、一緒に行くみたいな、声をかけてくれるミネタさんの人柄もものすごく素敵ですし、その時のモグラさんめちゃめちゃ嬉しかっただろうなっていう気持ちもなんか、ね、なんかこっちもなんか嬉しい気持ちになりますよね。で、銀杏ボーイズのトークツアーで青森県の弘前に行くときは学校休んでライブを見に行ったそうです。そして早めにライブ会場に着いてしまったもぐらさんは喫茶店などに入るお金もなく寒い中ライブ会場の周辺で途方に暮れていると偶然にもミネタさんに遭遇。そしたらミネタさんが、なんでもぐらがいるの？ここ青森だよと驚きます。そして今夜の宿泊先のことなどを心配するミネタさんですが、モグラさんはお金がないことを言い出せず、そんなモグラさんのことを察して、ミネタさんはフライヤーの折り込みとか、あとライブの簡単な手伝いを、やってよと言います。そしてライブ後にご飯を一緒に食べて、手伝ってくれたお礼だと言って、モグラさんをホテルの同じ部屋に泊めてくれたそうです。ね、そんな、なんかただ、来てさ、ただ、あれ、こう、泊まりなよ、だとさ、さすがのもぐらさんも、ね、やっぱ気が引けるというか、こう申し訳ないっていう気持ちになるからこそ、ちょっとこれ手伝ってって言ってね、このそのお礼だからみたいな風に、こう、やってくれるミネタさんって、本当にいい人だなって思いました。そしてその後、もぐらさんは大阪の大学へ、進学します。大阪芸術大学、大阪芸大でしたっけ？ね。そして、銀杏ボーイズのライブからも遠のいていきました。そして、そんなもぐらさんもお笑い芸人になる、なってもまだまだ無名の頃です。高円寺の飲み屋さんで、偶然、ミネタさんを見かけます。で、ぱったりとライブに行かなくなり、すでに10年近く経とうとしていたところだったので、こう、後ろめたさもあって、もぐらさん、ミネタさんに声かけられなかったんですって。でも、ミネタさんの方が、もぐらさんに気づいて、こう、声をかけてきてくれて。で、しかも、10年ぐらいですよ。それにもかかわらず、久しぶりなのに、なんかもう、以前と変わらずに、フランクに接してきてくれて。で、しかも、別れ際に、こう、メールアドレス変わってないから、いつでも連絡してこいよって言ってくれて。そんなこと言ってくれる？なんかその偶然出会うっていうのもなんかすごい運命とかなんかそんな簡単な言葉ではなんか言うとなんか本当になんかもう
あ、なんかもっと尊いものな感じがするんですけど、そこで出会ったこともなんかすごい瞬間ですし、でそしてね、ミネトさんも気がついてくれるっていう、すごいですよね。そしてその半年後、もぐらさんが芸人として初めての単独ライブが決まります。そしてミネトさんに来てほしいと思いましたが、連絡していいものなのか迷った挙句に当日の朝4時にメールを送ります。なんかこれもなんか もぐらさん相当迷ったんでしょうね。当日の朝4時って、朝4時ってね、もうその何時間後にはもう単独ライブ始まるんですよね。ミネタさんからはすぐに返事が来ます。でミネタさんから当日の朝4時に来てほしいって、こうやってメールしてくるお前のことが好きだよ、明日予定開けていきますって返事が来たそうなんですね。でなんかその朝4時にメールを送るっていうのだけでもなんかものすごく相手は迷ったんだろうなっていうことを察してくれる、そのミネタさんの優しさとかで、でもなんか絶対行くよって、このやっぱ朝4時に送っちゃやっぱ失礼だったかなとか絶対思うじゃないですか。で、ああそれになんかこういうなんか自分が単独ライブやるからって見に来てくれとかってこういうの誘ってよかったのかなとかなんか迷うじゃないですか。で送っちゃった後、ああ送るんじゃなかったかなとか、でも送らないと後悔したかなとか思ってた中、そうやってお前のことが好きだよって言ってくれる優しさ、まあ優しさというか本当に好きだから言ってくれたんだと思うんですけど、でもなんかもうそういうのも全部ひっくるめて、なんかいいですよね。でそして約束通りライブにミネタさん来てくださったそうです。でこのミネタさんと鈴木もぐらさんのこのエピソードも2019年のガキの使いあらへんねんにカルタの会にミネタさんが出た時にミネタさんの口から初めて語られたお話だそうで、もぐらさん自身はこんなことがあったんだって話せるはずなのに、売名行為って捉えられたくなかったのかなっていう気持ちもものすごくわかりますし、その本当にミネタさんとその自分とのあの瞬間というかその思い出がものすごく大切なものだからこそ、なんか相手に迷惑をかけたくないしっていうのでずっと言ってなかったっていう、そのもぐらさんもすごくなんか素敵な方というか義理がたいというか、本当に銀杏ボーイズのミネタさんが本当に大好きなんだなっていう、なんかもぐらさんそんななんかなんて言うんですか、よくダメ人間みたいな風に言われてますけど、なんかこういうところはなんかなかなかね、そうは言っても言っちゃう人がいっぱいいる中でずっと黙ってた、まあ黙ってたっていう意識はないのかもしれないですけど、なんかそういう心意気というかそういうものはなんかものすごく美しいものだなっていう、なんかそういうところにこうなんか触れさせてもらって、なんか自分もなんかそういう人間でありたいなって思いました。本当にありがとうございます。そしてキングオブコント10月2日に優勝して2021年10月4日の TBS ラジオ空気階段の踊り場緊急生放送で空気階段のお二人が優勝しましたっていう報告とラジオ放送生でされてたんですけど、そのもう冒頭がなんかこう二人がこうなんか夢を語った時の言葉とかが抜粋されて、しかもいい感じの音楽付きで流れたりとかして、でなんかもうそういうのも聞くとなんかうーってなんかこうこっちの感情が込み上げてきたりとかして、すごく素敵なラジオでした。でそんな中本当ね、もぐらさんの大好きな銀杏ボーイズさんのこうエンジェルベイビーをもぐらさんがかけますって言って、ね、それでは聞いてください、エンジェルベイビーみたいな感じになるんですけど、曲がなかなかかからず、そんな中銀杏ボーイズのミネタさんが生出演してくださり、生おめでとうコメントしてくださり、そしてエンジェルベイビー生演奏
ということで、なんかもうそういうのも聞いてて何のゆかりも縁もないですけど、なんかすごくいいものをなんか見させてもらってるなっていうのの、なんかその人と人とのなんか関係性というかつながりというか、なんかそういう美しいなんかそういうものを見せてもらって、あの水田さんもエンジェルベイビーもう本当にその歌ってる感じももうなんかこうエネルギーみたいなものをうおーと思って、もう本当にいい、キングオブコントもすごくいいもの見せさせていただいて、ラジオも本当にいいもの聞かせていただいて、本当にありがとうございますと私は思っています。そしてその時にミネタさんは、あの水曜日のダウンタウンでモグラさんがレモン堂の CM 出演の権利をゲットした回があったんですよ。でそのあれがスポンサーさんがそのなんか CM の撮影のリハーサルかなんかの時にすごい無理難題のことをいろいろ言ってくる中、モグラさん一人、他にも何人かその挑戦者いたんですけど、モグラさんだけは何も文句も言わずに、ただただなんかスポンサーさんがそう言うならっていう感じで、それを一生懸命やられていて、で私もそれ水曜日のダウンタウン見ていて、でもモグラさんなんかあのそのドッキリなのも気がつかないぐらいに本当にピュアに真摯に、そしてスポンサーさんがそう言うからやるしかないなと思ってみたいな感じの姿勢もなんか、はあ、本当にすごいなと思って、でそれで水田さんもそれを見ていて、でもあの時になんかこうワイプに松本さんの顔が映ってて、でその時の松本さんの顔を見たら、もう絶対キングオブコントは今年は空気階段が優勝するなと俺は思ってたみたいな風にミネタさんがおっしゃってて、でその時にミネタさんがそのピュアが勝つ時代がやっと来たみたいなことを言ってて、でなんかそのね、こう器用にさ人生生きてこうできる人もいっぱいいるじゃないですか、でもそのピュアさゆえにこう生きづらい人生をね歩んでた人たちにもうやっとそのピュアが勝つ時代が来たっていうその言葉がなんかすごくいいなと私は思いました。あのね、もぐらさんのそのね今までずっと負け続けてた人生だから、こう今日一回勝って全部チャラにしますっていう、もう十分そんな負けてばっかりの人生じゃないですけど、本当になんか、それを言って体現するっていうことがもう本当にすごいなーって思います。本当にネタもめちゃめちゃ笑いましたし、本当にありがとうございます。もう逆に私は空気階段さんがいるこの時代に生まれてテレビを見ていて本当に良かったです。ありがとうございます。そしてそんな空気階段さんのこの単独ライブアンナ、これを紹介したくて今までずっと空気階段さんについてお話ししていたんですけれども、このアンナには 1,2,3,4,5,6,7,8 本のコントが入っております。あの全部面白いです。キングオブコントでファイナルステージでやられていたそのメガトンパンチマンカフェ、これも入っております。キングオブコントでの方はやっぱ時間の制限もあるので、こっちに乗ってるやつの方が時間がたっぷりあります。そして私の大好きなメガトンパンチマンカフェの豆にはこだわっておりますのところもちゃんとあります。メガトンパンチマンカフェもものすごくいいんですけど、私今一番好きなのはアンナですかね。アンナが一番好きかな。いやでも27歳もいいですね。27歳のあの飲み屋さんでもぐらさんがあの飲み屋さんによくいそうなおじさん役をされているんですけど、あるシーンでかたまりさん演じる役の人がすごく悩んでるんですよ。ゆっくり話を聞きたいからっていうので、誰も人目も気にせずに話せるようにもぐらさん演じるおじさんが飲み屋さんなんで、あの悪いんだけどあの今日は帰ってもらえねえかみたいな
こいつとちょっと差しで話したいからよ、悪いなって言って、そのなんか、よそで飲んでくれねえかみたいな感じでお金を渡すんですよね。そのなんか、言い方が、ものすごく良くて、で、大将にも悪いね、みたいな感じで言ってる時のモグラさんがめちゃめちゃ私は大好きです。モグラさんって、何にもセリフなくて黙って立ってるだけでも、なんかこっちが勝手に察してというか、なんかこっちが勝手になんかうーって思ってなんか笑っちゃったりとか泣いちゃったりとか、ちょっと面白いなって思ったりとか、なんかすごいなって私は思ってます。だって立ってるだけですよ。もぐらさんがステージの上で立ってるだけでも、何ですかね、哀愁も感じられて、その面白いなって、なんかちょっとプーって笑っちゃいそうにもなったりとかして、そんなね、まあなんか私ごときが何言ってんだって感じなんですけど、本当に素直に本当にそう思ってます、うん、おすすめはもちろん深夜ラジオを聞いていたことがあるとか、深夜ラジオが好きですっていう方、まあ、深夜じゃなくてもラジオよく聞いてますっていう方、絶対見るべきだと思いますし、ラジオネタがあるんですよ。リスナーとか、あと、ハガキを出して読んでもらった喜びとか、自分の身近なところに同じラジオを聞いてる人がいたっていうこととか。で、あと、やっぱその、ラジオの良さって、聞いてる時は自分夜一人で聞いてるけど、でもこれを夜一人で聞いてる人が、なんか国中にいっぱいいるんだっていうので、なんかつながってる感じみたいなのがすごくなんか嬉しかったりしません？なんかそういうのをなんか描かれてて、なんか一人だけど一人じゃないみたいな感じとかで、あとその学生時代、学生のネタとかもあるんですよ。その学生時代のなんかこう、なんだろう、思春期の、あの、異性と話すときにちょっと目をがっつり合わせられないけど、でもちょっと話したい気持ちとか、なんか、そういうのがすごくうまく描かれてたりとか、あとその、二人の距離感とか、あの、どのコントのネタも、もぐらさんとかたまりさんの二人の距離感が、ものすごくちゃんと出てて、セリフだけとかじゃなくて、なんか本当にその空間にいるみたいな感じの二人をこっちが見てる感じで、なんだろう、本当にめちゃめちゃ引き込まれます、見ていて。空気階段さんの単独ライブのアンナなんですけども、私その芸人さんの単独ライブをたくさん見たことがあるわけじゃないですし、いっぱいライブに通ってますっていうわけでもないんですけれども、多分圧倒的1位です。全部まとめて、なんか一本の映画みたいな感じなんです。いや、コントなんでしょうけど、そのコントの定義とかもよくわかってないですけど、もうコントの枠を超えて、なんだろう。もう作品、まあ、コントも全部作品だと思うんですけど、なんか本当に、短編映画を集めた長編みたいな。だから私の願いは、本当あの、お笑いの単独ライブの DVD を購入してみるって、本当お笑いが好きな方だったら、あの、よく手に取ると思うんですけれども、ただ、キングオブコントとかは見るけど、そんなにお笑いライブには行かないよっていう方も多いと思うんですよ。でも、そういう方々に見てもらうには、どうしたらいいのかなっていう時、まあ、もちろんテレビで流してもらうのが一番早いのかもしれないですけど、もう願わくば、こう、映画館とかで劇場公開してくれないかなって、私は思ってます。それで、ぜひ映画館でね、みんなでこれを見たらもうめっちゃいいと思うんですよ、本当に。うん。めちゃめちゃいいと思うな。うん、劇場で
やってもくだ、くれなませんかね。タイタンライブとかも東宝でやってるじゃないですか。その、なんかちょっと、今タイタンライブを持ってきていいのかわかんないですけど、そういう感じで、空気階段、単独ライブ、アンナ、ぜひ、映画館での上映を私はお待ちしています。これをね、ぜひ、映画館で、スクリーンで、さらには、お客さんが一緒に、全然知らない人たちと、一緒に笑いながら見られる日がいつか来たらいいなと私は強く強く願っております。本当にこの動画を見てね、ちょっとでも興味を持ってくださった方、ぜひ本当におすすめで、絶対に後悔はさせません。本当にこの DVD を見て映像でもなかったなんて思う人は絶対一人もいないと思うので、本当に強く強くおすすめです。ぜひご覧になってみてください。ありがとうございました。